おい。ここの寝心地はどうだ？減らず口が叩けるなら平気だな。マリアお嬢様の呼びだ。ついてくる。マリアお嬢様、呼び捨てにするんじゃねえ。目隠しするからあっち向け。こっちだ。もういいぞ。ドクター。お待ちしてました。早速ですが、あなたの雇用契約についてお話しします。先日取り交わされた契約書によると、テオパドリーノの死亡もしくは失踪などの特殊な事情が発生した場合、任期途中であろうとも全ての契約事項は無効とし、両者による協議をもとに新たな契約を結ぶものとするとありますが、何でしょう。よろしいのですか。では話を続けます。ご承知のように昨日テオパドリーノが死亡しました。それにより、あなたには二つの選択肢が発生したことになります。一つは、契約を打ち切ってこの島を出ること。もう一つは、新たな契約によって正式にコムニオンの一員となることです。私どもの勝手な事情で申し訳ないのですが、今、この場で、どちらかを選んでいただきたく思います。どうか速やかなご決断を。ドクター、ご決断を。ご決断、お早く願います。するんですか。助けて。いや。てめえ、いつの間に銃。ふざけた真似しやがって。
汚ねえぞてめえ。お願い、この人の言うことを聞いて。クソ野郎が。いやヘリポートへ。こいつが目に入らないのかい？でも思ったよりお芝居上手なのね。恋人たちの行くところだから。いたぞ、こっちだ。来たわ。ヘリに乗って、私が掃除をするから。待ちやがれ。ちょっと待ってて。これかな。やった！合ってたみたい。お嬢様、お嬢様、ここから降りてください。もう少しで離陸するから。おいてめえ日本人、こんなことしてただで済むと思ってんのか。よし、行くぞ。お嬢様、速計がこれで、方向指示器がこれかな。何？お願い、静かにしてて。大丈夫、慣れてるから。
こんな風に大好きな人とゴンドラに乗るの夢だったんだ。ゆらゆら気持ちいいね。私のこと好き？それなら安心。おやすみなさい。
みんなのパドリーノになってね。コムニオンの新たなドン、領域パドリーノに我らが忠誠を。忠誠、我らが新しきパドリーノに忠誠を。ほら領域さん、みんなに言葉をかけてあげて。良一さん、私、ベネツィアの次はミラノが欲しいの。頑張ってね、マイターリン。